10月29日、旧古川庭園に秋バラを見に行ってきました。新聞でこういうところがあるって知ったんですけれども、都内にこんな素敵な場所があるんですね。とても東京とは思えないな。入園料は150円。駒込駅から歩いて12分ぐらいでしたね。園内そんなに広くないんですけれども、ぎっしりハイブリッドティーを中心のバラが植えられていてとても良かったです。こちらは出店バラのねフェスティバルをやっていたので、バラのグッズを売っているお店です。でこちらの車、こちらはねバラアイスを売ってます。食べました、美味しかった。バラの花びらとか入ってましたよ。こちらも11日までということです。はい、では早速入ってみたいと思います。バラ園の入り口こちらです。そう、中庭でねこの日なんと音楽会が行われてました。バラフェスティバルの中で1回だけしか行われなかったらしいんです。たまたま私この日に行ったんで、バラを鑑賞しながらこの美しいクラシック音楽を聴くことができました。めちゃくちゃラッキーでしたね。この日は人がすっごい多かったんですけど、まあそれもそのはず、こういうイベントがあったからなんですね。この庭は元十大財閥の古川家によって1917年頃に作られたということです。当時はここまでバラは植わっていなかったみたいです。この時綺麗に咲いていたのは80年代90年代に作られた京成バラ園と明庵のバラが多かったように思います。とはいえ他の会社のバラもありましたし、2000年代のバラもちらほらありました。春はもう少し種類が多いのかもしれませんね。あとちょっと面白いなって思ったのが、唯一見つけられたイングリッシュローズの雅子様に捧げられたバラ、エグランタインっていうやつなんですけど、で隣には愛子様に捧げられたロイヤルプリンセスっていうフランスの明暗社から贈られたバラが植えてありました。ちょっと面白いなって思ったのは、京成バラ園にもロイヤルファミリーのバラっていうコーナーがあるんですけれども、それらのバラは京成バラ園が作ったバラなんです。皇室のバラっていうのも何種類もあるんだなっていうのを知りました。クラシック音楽とバラって相性ぴったりですね。素晴らしい演奏でした。まず一目を引いたのがこちらのラ・フランスド定番、歴史的なバラです。とても綺麗に咲いていました。隣にはローラ、ローラもガンガン咲いてました。インカ、ドイツのタンタウシャのバラ、プリンセスミチコ、プリンセスオブウェールズ、ダイアナ妃に捧げられたバラです。これが斜面の部分に作られたフランス式の庭園です。迷路みたいに幾何学模様で生垣が作られていますよね。すごく綺麗でした。階段下に降りたところにはフォージュンがバリバリ人目を引きまくってました。目立ちまくり。こちらはゴールデンメダイオン、綺麗です。これはね初めて見ました。アサグモという品種です。こちらも京成バラ園。確かに朝の雲こんな色してることありますよね。めちゃくちゃ綺麗でした。これも皆さんね、もはや写真撮影会、撮影会だよねっていうね感じでした。私も含め。クリスチャン・ディオール、匂いは感じられなかったんですけど、匂いがない品種なのかな。これはなんだっけとピンクのバラ、はい、ファーストブラッシュです。ファーストブラッシュ綺麗です。こんなにたくさんの人が詰めかけていましたよ。皆さんバラ大好きですね。私も含め。こちらダブルディライト、ダブルディライト、これも綺麗ですね。覆輪のバラ、
はい、文句なし。これはマリアカラスです。うちにもあります、マリアカラス。背丈ね、2メートル以上ありましたよ。2メートル半ぐらいかな。うっとい幹でね、地植えにしたらこうなるんだなっていう。はい、こちらはブルーライト。紫系のバラも 3,4 種類はありましたね。こちらも紫系のバラだと思います。紫といってもかなり濃いライラック色、ピンクっぽいですね。ムーンシャドウです。ちょうどいい日差しだったんですよ。暖かかった。バラを見るには本当最高の日でしたよね。こちらは緑光です。緑の光と書きます。よく咲いてました。でまたこの青緑っぽい白が後ろのね、万葉オレンジ色のバラと対比がぴったり。こちらはロサキネンシスウィリーティフローラっていう初めて見たバラです。変わってますよね。これで花なんですよね。なんかね、変わってるけど愛らしい、サーカスみたいなバラでしたよ。面白いですよね、こんなのあるなんて。赤バラね、たくさんありました。どれがどれやらパッと見全然わかんないんで。はい、これイングリッドバウガン。表札があるのは本当にありがたい。これなんだろうってどうしても知りたくなりますからね。こちらはピースです。鉄板ピース、デカデカ。そして面白いなって思ったのが、花アブが必ずどのバラにもついてました。こうやって見る古川亭、旧古川亭、めちゃめちゃ映えです。絵になりまくってます。これは目立ってたな。これリオサンバでしたっけね。派手なバラ、確かにラテン系って言ったら納得っていう色使いです。リオサンバ、リオサンバ、はい、リオサンバでした。よかったこれはなんだっけ、これは初音、違うな、琴音音がつくなんとかねってバラも結構ありますからね、日本のバラって。これはカリフォルニアドリーミングです。グリーンが美しい、大変大きなバラでした。大輪のバラでした。色とりどりですね、こうやって見ると。楽しいバラ園。こんなお宅に住むってどういう感じなんでしょうね。こちらは面白かった。これ渡らせっていうね、これは世界初の青バラだそうです。花自体はね紫なんですけれども、青バラ1号として登録されてるのかな。またね、渡らせって名前がいいじゃないですか。渡らせ川から来ているらしいんですが、青バラへ続く道っていうような、そんなニュアンスを感じる良い名前ですよね。隣には同じく小森さんの青の奇跡もありました。ほとんど白バラみたいに見えますね。はい、出ました、バラ園と定番バラアイス。こちらはあの車の方で売ってます。バラボナカっていうのはまた違うところで売ってるらしいんですけど、このね、このバラアイスクリーム、バラの花びらとペーストが練り込まれていて、バラの味がしました。とっても美味しかったです。この日はね、用事があったので、実は時間があんまりなくて、バラ園だけ見てサクッと帰ろうと思っていたんですけれども、庭園を案内してくれるツアーっていうのをやってて、で面白そうだったんでついて行っちゃったんですけどそしたらね、バラ園というよりはもともと有名な日本庭園の方を丁寧に案内してくださいました。それがね、すごく面白かったんです。日本庭園美しすぎる。いろいろな視覚的な仕掛けが施されているんですね、日本庭園って。枯れ滝とか目滝お滝とか、なんか新しい用語がガンガン飛び交ってて洗礼を受けました。日本庭園面白いですね。というわけで、旧古川亭庭園の紹介でした。11月の11日までこのバラフェスティバルはやってるらしいので、ぜひぜひ行ってみてください。